にちは、こんばんは、おはようございます。福地犬の部屋へようこそ。今日お話しする話題は、福地犬がなぜ脱サラをしたのかとか、脱サラした時の状況はどうだったのかとかね、そういうお話です。まあね、この間百鬼夜行の話とかも書いたんですけど、百鬼夜行っていうのはもうすでにセラピストデビューして開業した後の話なので、それよりもずっと前平成7年の頃の話、平成7年に私は脱サラしたので、で平成7年に脱サラしたまでの経緯という話で、私はね、もうスピリチュアル大好きで、中学の頃から自律訓練法とか瞑想とかをやっていたんですね。で中3の頃からヨガのポーズとかもやり始めて、でそれをずっと高校の時も瞑想とか呼吸法とかやってたんですよ。瞑想、呼吸法、ヨガのポーズ全部やってたんですね。でそれも大学の時も毎日続けていって、でサラリーマンになってから見た本のヨガ道場に通ったんですよ。でその頃からね、夢日記をつけるのが好きになったんですよ。いろいろ瞑想とかしてくると夢がカラーになってきたりとか、瞑想たくさんするとね、面白いんですよ。夢がカラーになってきたりとか、夢の中でパラレルワールドに行ったりとかするんですよ。で夢日記をつけ出すと、さらに連続夢っていうのは、3次元ってさ、今日と明日で現実が続いてるじゃないね、続いてるよね。昨日と今日で違うところに住んでたりとか、違う名前になってたりってことはまずないでしょ。で夢も同じように夢日記をつけ始めると、連続夢、毎晩じゃないけど違う国の違う異次元世界の違うところで違う名前なんだけど、何日かごとにその連続夢、その夢の続き、その夢の続きっていうのを 見れるんですよ。でそういうのの夢日記をつけてた頃に、私はその中で指から光を出す能力と、水を操る能力と、空を飛べる能力があったんですよ。それでいわゆる光の軍団の中の一人として、悪の軍団はゴキブリとかハエとかセミとか、ゴキブリとかハエとかだったんだけど、とか吸血鬼だったんだけど、と戦ってたんですよ。私は光でバーってやったり、水をバーってやったり、それで空飛んでやってたんですけど、それをずっと連続夢で見てた後に、最後の方に悪の軍団に負けて世界が滅びちゃったんですよ。世界が滅びちゃったので、もう荒廃した、もう本当に広島に原爆が落ちた後の写真みたいな状態の世界になってしまったのね。その時になぜか夢の連続夢の中の福地犬が、もう光の女神、そう、自分が光を下ろす能力が、その光をそうすごく当てたら、光の女神としてバーって、女神だったんだけどね、バーって覚醒して、バーって世界中に光が広がっていって、それでもう荒廃した世界だったんだけど、草木が生え始めて、鳥とかが戻ってきて、で一度亡くなった方とかもなんか息を吹き返したりとか、怪我が治ったりしていって、その光で全部闇の軍団とかも浄化されてっていう夢を見たんですよ。それ救世主になる夢なんですけども、なんか救世主になる夢を3回以上見たら、その人は行ってしまうというか、統合失調症という形になるらしいんですけど、まだ私は1回しか見てないんですけどね。でそこで私はもうこれでサラリーマンしてる場合じゃないなと思ったんですよ。でちょうどその頃、まだ1999年の世界が滅びるって言われる前だからね、平成7年は。それで会社を辞めて、毎日1時間以上瞑想して、毎日1時間以上ヨガのポーズして、毎日1時間以上呼吸法をやってとか、毎日海を見てぼーっと、でそれ以外の時はもう自転車で1時間くらい、7キロくらい行くと若洲臨海公園っていう
地平線とか水平線が、水平線か、水平線とか水平線からの日の出が見れる海があるんですよ。その海見て一日、日から一日ぼーっとしてたんですよ、本当に。で、そう。で、それでしばらくしてから、あのカイロプラクティックの学校と、ロジャース式のカウンセラー養成所とか、あのユング式の研究所とか、ゲシュタルトセラピーのところとか、心理療法ですね、 と、ボディーワークのところを両方やった。それはその時にアンドレイ・ワイユさんっていう人の癒す心、治す力って本があったんですよ。その本を見て初めてじゃないな、オルタナティブのメディスン、代替療法、そうそうそう、サラリーマンのまだ脱サラする直前くらいに、あの通ってるヨガ道場が NHK の取材を受けて、あの第1回ホリスティック医学シンポジウムっていうのに取材を受けたんですよ。で、取材を受けた時に私同情生で先生じゃなかったんだけど、いざそれが放送されるのを見ると結構私がやってるポーズばっかり映ってたのね、ヨガのポーズが。でそれでホリスティック医学ってなんだべや、俺はホリスティック医学ってなんだべや、でもね、ホリスティック医学シンポジウムの番組で道場が取材されたのに福知犬ばっかり出てたってことは、私はホリスティック医学をする人なんだって勝手に思い込んで、それでアンドロイド・ワイルさんの癒す心治す力っていうのを読むと、まあ日本でいうところの代替療法とか民間療法っていうやつですね、っていうのがいっぱいあるっていうことで、そんな感じですね。脱サラして、心と体、あとね、体と心のレッスンっていう劇団にも入ってて、ね、その時野口体操とかいっぱい勉強したんですけどね、っていう感じで、まあ、脱サラした理由というのは、もう笑って救世主の夢を見たからです。で、その後にホリスティックメディスンになって、私はホリスティックメディスンをしていく人なんだと思い込んだからですね、という形です。で、今はスピリチュアルですけどね、どうなんでしょう、ホリスティックメディスンの中にスピリチュアルもエゲレスとかは入ってるんでしょね。そういう感じで、私が脱サラした理由はそんな感じです。ですね、今に至るまでにいっぱいあるんだけどね、そのいっぱいあるのに全部話したらもう大変だからもう終わりということで、さよなら。福知犬の部屋にチャンネル登録すると自分の興味のあるジャンルの動画だけ見れるよ。